簡単な思いつきでプロになろうなんて言われちゃ困るんだよ。高村さん、真剣に考えたんです。僕も高村さんみたいに強くなりたい。強いって一体どんな気持ちですか？よく見ててくださいよ。やったー！宮田一郎、アウトボクサータイプのテクニシャン。元プロボクサーの親父にガキの頃からボクシングを教え込まれ、いわばボクシングエリートってやつ。僕と同じ年か。昔憧れたあのスタイルで俺は頂点をつかむんだ。君がパワーで来るなら真っ向から受けて立つぜ。志半ばでリングを去った親父のため、そして俺自身のプライドのためだ。僕はどのくらい成長できたんだろう。ゴングが鳴れば全てがわかるんだ。